インフォメーション。来週6月16日水曜日、ヒロアカの記念日ともいえるヒーローデーにヒロアカ特番が20時より配信されることが決定いたしました。マジ？そうなんです。出演は僕山下大輝と桜彩音さん、梶裕貴さんでございます。ちょっと待って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 、俺スケジュールのため NG ということで。嘘だ、何してんのよ俺。ちょっと待ってよ、俺何してんの。ちょっとなんか信子さんは取れないそうなんでいらっしゃらないということで、お話を聞いておりますけれども。マジ？この3人でテレビアニメダメみたいです。テレビアニメ第5期の第1クールの A 組 VS B 組対抗戦編を振り返りつつ、悔しそうな声が聞こえて漏れてきてる第2クールの展望などをトークしていきます、3人で。さらに劇場版ワールドヒーローズミッションの情報も、いや俺いるじゃん、じゃあ話していきます。劇場版の話すんでしょ、俺いるじゃん。じゃあ配信は YouTube の東方アニメーションチャンネルになります、3人で。ぜひご覧ください皆さんで。ねえ、16日だもんね。なんでですか、ヒーローデーなんですよ16日って。ヒーローデーだったの。ヒーローダンス。いやマジか、悔しそう。マジか、そうだよね。後で何してるか教えてください16日。ね、生配信してるかも、ね、ダミだ、裏じゃん。真裏でねして、でもねちょっと時間はずれてんのかな、20時だとすると。じゃあもう LINE つないで声だけ出してください、ねえ、ねえ。こちらはね、こちらでやってるんで。本当に見えたらたらみたいになってる、ね、どうにかなんないかなこれ。俺半分にできて、あね、できないかな。ちょっとさん、ちょっと半分の個性をちょっとね、トゥワイスみたいになって。トゥワイスの個性欲しいね今ね、これね。お願いしたいわ。さあこちらですね、編集、あのですね、6月の16日に、ヒロカの特番ヒーローデーの特番を配信させていただきました、はいはい、いつものメンバーでお送りしましたよ、はい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 、その翌週にねこのラジオ撮ってるんですよ。いつものメンバーって何？誰なんだい？ですね、僕デクヤクの山下大輝、そしてさくらさん、そしてカジさんのいつものメンバーでお送りします。ちょっと大輝くんいい？はい、クソがー。ちょっと後ろ向いて、あーちょっとカッちゃんの怒号が後ろ向いてね、なんでだろうね、なんか聞こえてきたね、なんかね聞こえてきましたね。どんな話したの、なんですか。あのやっぱりですね、5期の振り返りだったりとか、やっぱ M、メインキャラでね、メインキャラで、そうメインキャラのみんなで、みんなでね、 A 組と B 組のやっぱ対抗戦の振り返りを、あそこ良かったね、あのキャラ僕の中では MVP だよなんて話をしたりとかして、ああ俺もいた気するもん、もはや。もはや、霊体でいた気がするもん、もうそこに。いてほしかった、本当。なんで来てくれなかったんですか。めっちゃ楽しかったってこと、つまりそれは。もう本当めちゃくちゃスーパープルスウルトラ楽しかったっす。やっぱちょっと待ってくださいね、ちょっとね。クソがあ、ごめんなさい、ちょっとなんか、ね、あのね、信彦さんの心のかっちゃんがもう今ブチ切れてるんで、叫びたがってた。うん、心が叫びたがってた。心がかっこかっちゃんが叫びたがってた。いやいいね、すごい楽しかったって、ファンの人たちからもすごい楽しくて押しちゃいました。いやらしいね。そう、時間も押しちゃうことも忘れちゃうぐらい、みんなでヒロアカっていいよねっていうのを共有した時間でございました。分かりみが深い。分かりみが深いですか。だって裏番撮ってたんだけどさ、コメント欄っていうか、ブログとかインスタやってるんですけども、はいはい、そちらの方でですね来るコメントはもうヒーローで楽しかったと。そっちをご覧になってくださっていたと。なるほど、はい、なるほど。いやありがたいですね。いやもう本当にクラスのみんなでね楽しく放送できてとても満足でした、うん、あみんなでね、あちょっとね待ってね、はい、ちょっとね出ちゃうよね、出ちゃうかも、いろいろね、やばい、超楽しい。でもねまた以上、春日井ガラスのことづけでした。いや